マナマナです。ダイリンです。二人合わせてマナマヤです。イエーイ。はい、今回は夏が近づいてきたということで夏メイクをしたいと思います。はい、ちょっと夏メイクに二人とも意識してメイクしたので、そのメイク編をお送りしたいと思います。早速マナマナちゃんから、はい、レッツゴー。はい、じゃあ今すっぴんです。で、今スキンケアとかを終わらした状態で、いつもこんぐらいのね、濡れたペタペタっていうぐらいからメイクを始めます。で、夏メイクということで、ちょっとツヤ肌で、色味はオレンジを使っていきます。下地は素顔。これはね、本当に使い勝手がいいですね。多めに出して、そしてファンデーションは RMK ジェルクリーミーファンデーション101番です。これデパコスの時に買って、これを使おうと思って、最近はこれをね、使ってます。指に音ペッ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 。このファンデーションが本当コンシーラーなくてもナチュラルに全部カバーをしてくれるので、これがすごくおすすめです。買ってよかったなって思います。で、なるべくね、はたくようにしてます。でもね、めっちゃ鼻の部分がね、すっごい綺麗なのよ、本当に。わかるかな、まだこっち伸ばしてないんだけど、この綺麗さわかるかな、すっごい綺麗なの。はい、しっかり塗りました。このついた方のスポンジじゃない裏側でトン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 と伸ばしていきます。余分につきすぎたところとかが綺麗に浸透してくれます。これをね、するだけですごいね、崩れにくくなります。はい、できました。ファンデーションが完成です。そしたらお粉を使います。エチュードハウスフィックス&フィックスオイルコントロールパッドです。手につけてから顔につけます。なんかたくさん塗れば塗るほどマットになる感じで、ただこのベタつきとかを綺麗にね、抑えてくれるので、これは薄く広げます。で、私はね、いつも下地に一番時間をかけます。下地って言ったら、そのスキンケアからすごく時間をかけるので、一番ね、夏メイクでもツヤ肌がいいだと思うので、そこを重点的にやっていきたいと思います。で、ハイライトはこのね、マヤリンがね、すっごいおすすめしてたセザンヌパールグローハイライト01番、イエーイそう、これね、すっごいマエリンからおすすめされて、で、マエリンのやつを何回も使ったことあって、すっごい良くて、ね、ぜひぜひ皆さんにもおすすめです。すごい良かったです、これ。ってことで、これを使います。キラッと出たと思います。そういえば唇のね、最後にあの唇を塗るんですけど、リップをこれすごい使ってて、このリップがすっごいおすすめなんで、ちょっと紹介したいと思います。レブロンキスシュガースクラブ111ですね。リップクリームなんですけど、スクラブ状になってて、すごい、これを塗って放置して、だからこのメイク時間の時に塗っといて、口紅を塗った時にすっごいルールのこのカサカサしたのが全部なくなります。これ本当おすすめです。インスタとかでも本当みんなに紹介したぐらいおすすめです。シェーディングをしていきたいと思います。顔を小顔に見せる効果だったり、凹凸をくっきりさせるためのものですね。使うものはキャンメイクミックスアイブロウ02番です。これを大きめの筆にまず入れるとこは、ここにね、斜めにシャキーンって入れます。ちょっとここなるぐらい入れて、こっちもシャキーンって入れます。で、あとは顎周りですね、まあ、あとで動かすのでどういうこと入れて、入れたとこに鼻を高く見せたいときは、ここにね、入れるとすごい高く見えます。ここが彫りが深く見えるので、鼻を高く見せたい子はここに入れるといいと思います。あと顎のここですね、ここはもう必須です。すごいね、顔が凹凸がはっきりした風に見えます。ぼかしていきます。
どうなんですかね。こんな感じでベースが終わりました。色物は最後に入れていきたいと思います。眉毛は前の毎日メイクとちょっと眉毛の描き方変わって、ここをねちょっと尖らせるように最近してます。で使うものは先ほどと同じキャンメイクのねアイブロウを使っていきます。なんかコメント欄でここを平行眉って言ってるけど垂れてるよっていうコメントがあったんで、ここからちょっと直すようにしてます。ママに褒められました。最近この眉毛いいよってなんでちょっと嬉しかった。そして最近すごいねカラコンも入れてなくてすごいナチュラルにハマってます。ロブにしてからっていうのもあるんですけど、で使うものはキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズ10です。この白の部分をまぶたとか全体的に涙袋にも抜けていきます。で細かいラメがねすごく綺麗です。すごいぷくっとしたんじゃないでしょうか。この一番キラキラのオレンジを使います。やっぱ海に行くような夏メイクなんで、このキラキラをここに塗っていきます。これを塗るとねすっごい華やかになりますね。目尻にちょっと塗ってみます。伝わるかな。すっごい華やかなんだけど、この目の下の浮き輪にも塗っていきます。でこんな感じでキラキラが乗ったんですけど、ここにもう一個濃いもうオレンジマットのオレンジがあるんですけど、これをね小さい筆で目の際だけに塗っていきます。で同じく目の下のところで、これでほぼアイシャドウは終わりですね。ではアイラインに行きたいと思います。使っているのはキャンメイクラスティングリキッドアイライナー02番の茶色です。アイラインを描くときなんですけど、もう目頭から目尻まで全部引きます。ただ細く引いて、あのカラコンつけてない分デカめ効果をねそこで狙っていきたいと思います。こんな感じで目の上全体にちょっと左側もやっていきます。なんかね、これをやるのやらないのだけでね、すっごい目の大きさがね、違います。なんかこれやるのが難しい子は、こういうペンじゃなくて、鉛筆みたいなやつがあるから、それでやるのもありかなと思って。ほんとね、これを描いた方がいいです。いいぐらい。どうかな？そしたら、目尻ですね。目尻をちょこっとだけ伸ばします。垂れ目風に私はね、伸ばしてます。感じですね。ただちょっとだけ描きます。ブラウンでぼかします。このブラウンは本当なんでもいいです。自分がアイメイクの中で持ってる一番暗いブラウンをちょこっとだけ入れます。はい、ぼかしました。で涙袋のここですね、ここにキラキラをね入れてあげます。やっぱぷっくり見せたいしね。ではまつげですね、ビューラーをしっかり通していきます。資生堂です。でこの時に私はホットビューラーをね温めておきます。温めておいたホットビューラーを使います。パナソニックを使っています。たらもう下地つきます。ダイヤモンドラッシュの下地です。で下もねやっていきます。メイベリンラッシュニスタ02ブラウンです。これはね本当にめっちゃ茶色です。色素薄い系女子になります。はい、ホットビューラーを通します。上げていきます。
まつげが完成しました。どうかな、すっごい上がってるんだけど、わかるかな。私本当にまつげなくて悩んでたんだけど、これをねやるだけですっごい綺麗に上がるから、最近はこれがもう毎日の定番ですね。ジルスチュアートミックスブラッシュコンパクト M です。オレンジちょっとメインで取っておきます。リップです。最近おすすめのリップがあるんで私ご紹介します。そのリップは&Cマルチボンボン色01です。色味はこんな感じのオレンジです。もうねマジでこれがすっごい最近です。オレンジ色のリップをもともとつけてたけど、こんなにも綺麗なオレンジは持ってなくて、これを発見してからもうこれ三昧ですね。カチカチってやってつけます。一だけ塗ったんですけど、これナチュラルにオレンジにしてくれるのね。なんかあんま濃くつきすぎるのが好きじゃなくて、だからちょうどいい。綺麗じゃない？で、チークにも使えるらしくて書いてあったので、パッケージに。たらーん、リップドレス CR ですね。これ赤とピンクがあるみたいで、これファンの子からもらったんですけど、すごいね、これリップクリームみたいな感じで潤いもあるし、ナチュラルにね色がついてくれるので、これを使ってます。指で伸ばします。最近マジでジューシーなメイクがすっごい好きで、ね、完成です。ちょっと髪とかをセットして、またまたエンディングに移りたいと思います。はい、ではメイク完成しました。はい、こんな感じで最近のね、やっぱ夏が近づいてきてからはこういうオレンジメイクを使ったり、ちょっと濡れ感のある肌を目指したりとかしてます。じゃあね、次の動画ではマヤにもしてもらおうかなと思ってるので、はい、ぜひぜひ次も見てください、はい、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。